ルートボーイーマンスはオランダシッターとヘレン・シボルン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。フォルトゥナシッターとの下部組織出身で2007年12月7日に行われた RBC ローゼンダールとの一戦でトップチームデビューを飾る。2008年12月、BBB フェンローと翌シーズンからの3年契約を締結。 同クラブでは46試合に出場し15ゴールを挙げた。2011年6月27日、AG アルクマールに4年契約で移籍することが決定した。しかし AG ではレギュラーの座を勝ち取ることができず、2013年1月27日に NEC 内目編へ期限付き移籍。2013から14シーズンはビレム2エローンされると、 36試合27得点を記録しクラブのエールステレビジ優勝に貢献した。2014年6月17日、FC ユトレヒトに4年契約で完全移籍することが発表された。2016年6月6日にアラビアンガルフリーグのアルシャバーブドバイと3年契約を交わし、初の国外挑戦となった。2020年、アルメデシティ FC に移籍。同年八月に、 現役引退を表明した。ありがとうございます。